皆様こんにちは。今回は、リクエストを結構いただいていた、デートメイクの最新版になります。ちょっとねこれメイク動画撮った後に撮ったのでカメラの SD カード の容量がなくなってしまってちょっと iPhone で撮ってるんですけど、まあ、仕上がりはこんな感じです。でこれ買ったよって前にインスタグラムで紹介した時にぜひ使ってるところを 見たいですっていうコメントをいただいていて、で私これ見た時にもうすぐこれデートメイクにぴったりだなと思ったので今回はこれを使ってデートメイクをしてみました。はい、気になる方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではどうぞ。はい、ではメイクしていきます。下地はこちら Too Faced のハングオーバーのセッティングスプレー、プライマーにもなるやつをつけていきます。そしたらインテグレート水ジェリークラッシュ02番これを使っていきます。崩れにくい部類のファンデーションだと思うのでデートとかあんまりお直しできないときによく使ってます。で最近はねコンシーラーは使わずに出かけることが多いです。はい、こんな感じでのせたらタイムシークレットのフェイスパウダーをつけていきます。ミネラルプレスパウダーミディアムオークルです。これを大きめのブラシ Amazon で買ったんですけどこれでしっかりセットさせていくと割とね崩れにくいしSPF もすごい高いので紫外線対策もねバッチリです。はい、こんな感じで仕上げたらそしたら眉毛はこれ使います。エルフのロックオンライナー&ブロークリームのライトブラウン、これをエルフのアイブロウディオブラッシュで描いていきます。はい、眉毛描きました。そしたらこちらバビメロのバレンタインボックス3番ローズモーメントを買いました。私欲しかったのが本当はこれじゃなくってちょっとオレンジがかったものだったんですけど間違えてこっちのバレンタイン系のものを買ってしまって、でもこれもこれでねすっごい可愛いし割とデートメイクにいいんじゃないかなと思ったのでこれを使っていきます。これクリースに入れていきます。そしたらこの濃いラメを下まぶたの際にのせます。そしたら際をこのマットのカラーで引き締めていきます。エルフのクリースブラシを使っていきます。優しくのせます。そしたら同じブラシピンクついてても大丈夫なので濃い色で目尻だけのせます。
めっちゃ可愛いこのアイシャドウ、ピンクすごい可愛い。でそしたらラインを引いていきます。エクセルのカラーラスティングジェルライナーの CG01 番のペンシルでちょっとだけ引きます。こんな感じ。でインラインも引きます。引いたらケイトのラスト、ブラックフェザーラッシュのブラックを使ってたっぷりのせていきます。結構デートの時は私はもうまつげをしっかり持っていきます。シェーディングはこれ使っていきます。ビジシャンズフォーミュラのブロンズブースターで、ブデリアムツールズ781番でノーズシャドウもしっかり入れていきます。でドゥーケアのフラットなブラシでサササーっとのせていきます。そんなに濃くはなく、まあ、そしたらチークはこのフィットミーのピンクローズ、結構ピンクめのチークをドゥーケアのブラシでのせていきます。ほんのりね血色感を足すぐらい、はい。でハイライトはカラーポップのバタフライビーチっていうハイライト、ちょっとローズ系のハイライトなんですけど、これをのせます。私がハイライト好きなの知ってるからか、結構ツヤツヤっとさせていくと、今日ツヤいいじゃんって言ってくれるので、しっかりツヤを出していきます。はい。で、カラーポップのだとしっとりしてるので、こう、わざとらしくないツヤ感が出てくれてデートにすごくぴったりだと思います。なのでリキッドとかクリーム系の方がこう自然な内側から出てるようなツヤに見せてくれるのでデートの時はおすすめだと思います。はい。そしてリップはこのエクセルグレーズバームリップ GB01 番のレッドガーネットをまず塗ります。これだけでもね十分可愛いし大好きなんですけど、ちょっと控えめにしたいのでロレアルカラーリッシュエクストラルージュの101番のこのピンクベージュ系の色を重ねます。はい。でちょっとぼかします。ラロッシュポゼのターマルウォーターを吹きかけます。で、これで乾かすと、さらにね、崩れにくいメイクに仕上がります。で、髪の毛はビダルサスーンのこの太いコテで、ゆる巻きにします。まあこれはね、晴れの日限定なんですけど、雨の日にこの太めのコテで巻いてもすぐ取れてしまうので、こう、晴れの日のデートの時は、太めのコテで巻いて、雨の日の時は細めのコテで巻いて、しっかりケープもして崩れにくくします。ただ私的に仕上がりはこの太めのコテで巻いた方が優しい感じだし大人っぽくなる気がするので好きです。でこうね外巻き多めに適当に巻いていきます。太めのコテだと長い時間当ててもそんなに派手にならないので、そう割とそのままのカールでほぐします。
い、こんな感じで完成です。はい、こんな感じで、まあちょっとトラブルがあって、あの SD カードがいっぱいになってしまって、最後 iPhone で撮ってて画質が落ちちゃってるんですけど、私のデートメイクはこんな感じです。まあイメージとしてね、デートメイクってやっぱりピンクのイメージなので、このパレットを使ってメイクをしてみました。はい、そして髪の毛もちょっとふわふわな感じがやっぱりデートっぽいかなと思ったので、こう巻き髪して、こんな感じのまとめ髪にしてもすごくデートっぽくなると思うので、ベースを 36mm でゆるく巻いてると割とアレンジもしやすいかなと思います。はい、まあね、私はすぐには彼には会えないんですけど次のデートメイクこれにしたいなと思ってます。はい、結構デートメイクのリクエスト多かったので、ぜひあの参考になれば嬉しいです。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。